回デビューズこんにちは。ということで本日はですね、緊急コラボと、なりまして、ちょっとね、告知も何もなしで、ね、ちょっと急に決まったので、ね、ちょっとびっくりさせて申し訳ないんですけれども、フランスに在住のね、ひろゆきさんと今回はね、コラボとなっています。はい、まあ、お忙しい方なのでね、本当に今日はね、ちょっと短い間なんですけれども、まあ、ちょっといろいろたくさんね、お話ししたいところではあるんですけれども、ちょっと、やっぱりこう、お時間がね、ちょっとあれなので、今日はもう早速ちょっとね、本題の方にいきなりちょっと入っていこうかなと思います。はい、ということで本日はよろしくお願いいたします。お願いします。ということで一つ目なんですけれども、以前このね、スパチャをさせていただきまして、ひろゆきさんのチャンネルで、はい。まあ、プロバレエダンサー兼 YouTuber のね、こう、山会ですよって言って、ちょっとスパチャをさせていただいたんですけれども、まあ、バレエをこう、広めるにはどうすればいいですかっていうね、質問で、このスパチャをさせていただきまして、まあ、ひろゆきさんのその、当時のこう、回答が、まあ、バレエ単体ではそこまでこう、面白くない。っていう、こう、発言をされていたんですけれども、まあ、その真意をね、こう、改めて聞かせていただいてもよろしいでしょうか。なんだろう。バレエって後ですよね。はい。バカじゃなければ、この時点でわかると思うんですけれども、説明必要ですか。バレエって、後かエンタメかで言うと、後の部類に入りますよね。エンタメって、いかに受け手側を楽しませるかを考えてコンテンツを作るんですよ。つまり万人受けしやすいです。で、あとは役に手が作りたいものを作って、それが面白いのか否かを受け手に委ねるっていうのが後なんですよ。つまり、この世の中にある娯楽やエンタメとバレエを比較をするとバレエは面白くないです。って話なんですけど、ここまで僕の話理解できてます。なるほど。ありがとうございます。まあ、確かにその、アートとエンタメの枠にこう、当てはめて、比較をすると、まあ、確かにそうだと思います。はい。ただ、その、まあ、バレエってこう、枠組みとしてはこう、アートなんですけれども、まあ、結構この、エンタメの要素も含まれていると僕は思ってるんですよ。その、まあ、確かにその、基本的にはこう、見ているだけで、楽しいエンタメと違って、こう見る側がその表現してるその人の意図をこう汲み取ったりだとか、その何を伝えたいか、みたいなのをこう考えながらこう見ないといけないっていうものであったりするので、見てるだけでこう楽しいなっていうものでは確かにないと思うんですけれども、っていう中でもその作り手側もこうある程度はこの受け手にね、こう分かりやすいようにこう表現をしたりだとか、この構成を練ったりしたりするわけなので、まあ例えばその派手なね、ものが好きなこのアメリカ人に対してはこう結構こうド派手な表現をしたりだとか、こう上品でこう繊細な表現が好まれるこうフランスでは、そうなんかフランスのね、なんかこう細かい表現をしたりみたいな感じで、こう受けて見る側によってこう表現をこう変えるみたいな部分は結構あったりします。あ、はいはい、確かに世の中にはアートとエンタメを両立させているコンテンツはありますね。でも今山海さんが言っていたのって表現技法の話ですよね。アメリカであればガランシー式、フランスであればフランス式、これって確かに現地の人の好みに合わせて始まったものではありますが、それももうすでに型として確立されています。例えばじゃあ今の時代は水中 RTS が流行っていて、見る人の集中は15秒しか保ちませんって言われている中でも、15秒の踊りをかかってやりましょうとはなりませんよね。表現技法も受け手がどこまで見て判断できるかに委ねられるので、それってつまり後なんですよね。はい、以上です。まあ確かにそれをこう表現技法としてと捉えるのであれば、どちらかというとこのアートに分類される要素にはなり得るかなと思いますが、まあその表現技法がこう出来上がるまでのこの始まりとこの過程の間にはエンタメ要素がまあこうで、家庭の中でこう混在していたっていうことを、こちらでね、こう付け替えさせていただきたいと思います。で、まあ今その、あとその、今ショーツの話が出たと思うんですけれども、こう短時間で手軽な刺激を受けられるこのショーツのようなものが、まあ結構こう好まれる傾向にあると思うんですけれども、まあその一方で、まあそれにこう、辟易して、長時間かけてこう感動を得たいという人がこう出てきている。っていうこともこう事実だったりするんですよね。それがこう顕著に現れているのが今の YouTube で、極端にこう短い動画か極端に長い動画が受けている。この傾向はね、こうどん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 加速していくと思いますし、まあ、この現実社会でもね、その似た傾向になるのかなと、僕は予想してたりするんですけれども。なんだろう。それってあなたの予想ですよね。
予想を述べられてもそうですかとしか答えようがないんですよね。すいません、ちょっと舞い上がってちょっと完全に変な方向にちょっとそれちゃったんですけども、すいません、今のこうポイントで僕が何を言いたのかだったのかと言いますと、こうショーツのようにこう短時間のこのコンテンツが一般的にはこう好まれるかと思いきや、こう実はこう長いコンテンツが求められたりするっていうところがあるので、こう何でしょう、結局こう見る側がこう見るだけで楽しめるエンタメのようなコンテンツっていうのは、こうもはやこう今の時代こう生み出すのは結構不可能な気がするっていうと僕は思ったりするんですよね。不可能なことはないと思うんですけども、とりあえずここまでのお話を踏まえると、やっぱりバレエってアートで、バレエ単体では面白くないってことでいいですか。夜中長と SHORTS の話題を掘り下げて言ってましたが、自分で論破されに行っているの気がついています。なんだろう、話が最初の質問から全く進んでいないと思うんですけど、これ大丈夫ですか。そうですね、すいません、やっぱこうひろゆきさんね、多分こうネットか何かの情報で、多分いろいろね、ここまでちょっとお話しされていたと思うんですけども、僕こう見えてもこう一応ね、プロのバレエダンサーなんで、結構こうバレエのことはね、こう僕の方がこう結構分かったりすると思うんですよ。バレエを見た人が、見たことがない人と、プロとでは、どっちの言い分がこう正しいかっていうのは、結構ね、明白だったりとはすると思うんですけれども、すいません、そつくのやめてもらってもいいですか。僕この前も言ったんですけど、バレエ何回か館に行ったことあるんですよ。その経験と事実を照らし合わせてお話をしているだけなので、はい、たくさんの人が見ることができる YouTube 伝送を流すのって良くないと思うんですよ。謝罪と訂正してもらってもいいですか。申し訳ございません、そうですね、ひろゆきさんはバレエ鑑賞が趣味のバレエ大好き人間ですね。バレエにはエンタメ要素もあるということも証明をする力がないのを俺らのせいにされても困るんでやんすよね。すいません、ちょっと最後になるんですけれども、ちょっと僕の彼女のネリアさんがですね、ちょっとひろゆきさんにちょっと聞きたいことがあるらしいんですけれども、すいません、問題ないでしょうか。すいません、じゃあそしたらネリアさんお願いします。はい、おーはい、ひろゆきさん、How are you? I'm fine, thank you, and you? Do you speak English? So for me, when I speak in Japanese, so I'm thinking in Japanese, so it's difficult to speak Japanese and English. So I'm speaking in English now, so when... 私はバレエを愛しています。ひろゆきさんはバレエ面白い思いますか。僕はフランスのパリに住んでいて、バレエ発祥の地ですね。毎日お寺座のバレエを見に行ってます。僕はバレエめちゃくちゃ面白いと思いますよ。いつ顔色もお寺座の舞台でバレエを踊りたいです。ひろゆきさん、嘘つくのやめてもらってもいいですか。このチャンネルはバレエを広めるを目的に行っております。このめちゃおもろい動画を見て、もしもバレエをやってみたいと思った方は、山海バレエカンパニーでバレエを習ってみませんか。ぜひ概要欄をご覧ください。それでは Please like and subscribe. Bye bye.